コラエビチチェロメイは、ソビエト連邦の技術者、ロケット工学者。チェーロメイは、ロシア帝国の制度率で、ウクライナ系の家庭に生まれた。3ヶ月の時に、迫りつつある、第一次世界大戦を逃れて家族は、ポルタバに移住した。チェーロメイが12歳の時、家族は再びキエフに移った。1932年、チェロメイは、百三十六年に、 彼の初の著書ベクターアナリシスが刊行された。彼はまた、キエフ大学で解析学、微分方程式、数理物理学、男性理論等も学んだ。さらにウクライナソビエト社会主義共和国のウクライナ科学アカデミーで、レヴィチ・ビタの下でも学んだ。この時期、ジェロメイは、工学と振動の理論に興味を持ち、それは、生涯続いた。1937年、 チェロメイは優秀な成績で、キエフ工科大学を卒業した。その後、彼はそこで講師として働き、1939年に、博士号と同等のキャンディデート・オブ・サイエンスの学位を取得した。独祖先の改戦以降、チェロメイは、モスクワのバラーノフ・セントラル、インスティチュート・オブ・アビエーション・モーター・ビルディングで働き、1942年に、 同時に開発を進めていたナチスとは独立にソ連で最初のパルスジェットエンジンを開発した。1944年の夏、ナチスがイングランド南部に向けて V1 飛行爆弾を使用したことが明らかになった。1944年10月19日、ソ連国家防衛委員会と人民委員会議の決議を受け、アレクセイ・シャクウリンとチェロメイは 第51工場の責任者と主任技術者に任命された。チェーロメイはソ連発の巡航ミサイルの設計、製造、試験を行った。1944年12月、コードネームを 10X というミサイルはポリエチレン -8 とツ2によってテスト飛行された。10X の成功後、チェメロイは無人飛行機オーク部 -52 の開発を行う。 USSR スペシャルデザインビューローを設立した。1955年、チェメロイはオークブ -52 の主任技術者になり、巡航ミサイルの開発を続けた。チェメロイは研究を続け、バウマンモスクワ工科大学から博士号を送られ、1952年にそこの教授になった。1958年、オークブ -52 は、 多弾体陸間弾道ミサイルとして提案された。彼らのロケット UR-200 は、ミハイル・ヤンゲリの R-36 に敗れて、否定されたものの、UR-100 の設計は、受け入れられた。チェメロイの多く部は、セルゲイ・アファナシェフが率いる、一般機械製造所で採用された。1959年、チェメロイは、チーフデザイナー・オブ・アビエーション・エキップメントに、 任命された。オーク部マイナス52の設計は宇宙船で用いられ始め、1961年により強力な ICBM であるプロトンロケットにも用いられた。1962年、ジェメロイはソ連科学アカデミーの工学部門の会員となった。ジェメロイはガッツレースにおいてセルゲイ・コロリョフの競争相手となった。ジェメロイは UR-500 を 二人乗り宇宙船の打ち上げ機として提案し、に聞いたフルシチョフの家族を雇用して、その協力を得ることができた。彼はまた、UR-500 は、軍事宇宙ステーションの打ち上げにも用いることができると、主張した。フルシチョフが失脚すると、ジェメロイとコロリョフのプロジェクトは統合されたが、ソ連の月計画は継続された。プロトンドケットは1967年3月10日に、 初めて打ち上げられた。チェメロイが望んだように宇宙飛行士を月へ運ぶのには使われなかったが、プロトンロケットは国際宇宙ステーションの最初の3個の部品を含む様々な衛星や宇宙ステーション、モジュール等を宇宙へ運ぶのに広く用いられた。ポリオートのような衛星もチェメロイの多く部をもとに設計された。それ以前のものとは異なり、チェメロイにとって 最初の衛星である1963年のポヨートも1964年のポヨート2号も自力で軌道を変更することができた。1970年代には、チェメロイの多く部はアルマース、サルート2号、サルート3号、サルート5号やミール、ズベズダの基礎にもなった。アルマースのために、チェメロイはソユーズの代替として TKS を開発した。TKS は、 計画通り飛行しなかったが、サルート7号やミールのモジュールとして用いられた。ジェメロイは1984年にモスクワで死去した。ありがとうございます。